こんにちは。僕は半熟卵の半熟くん。将来世の中の役に立つ卵になりたいと思ってるんだ。そしたら母さんが教えてくれたんだ。世のため、人のために働いた人の伝記を読むといいわよって。それで今日はこの本を読んでたんだ。本田宗一郎は子供の頃から車が大好きで、ついには世界一速いエンジンを生み出した人なんだ。そうだ、みんなも本田宗一郎に会いに行こうよ。さ、僕に捕まって。準備はいいかな。半熟熟熟ゆめたまご。ここは今から100年くらい前の静岡県だよ。うわっ、どけ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 。やっぱり車は速いな。この子が今日の主人公、本田宗一郎だよ。宗一郎は鉄から刃物や農機具を作る鍛冶屋の家に生まれたんだ。子供の頃の宗一郎は好奇心の塊。思ったことはすぐにやってみないと気が済まなかった。例えば校長室の金魚をカラフルにしたくて、ペンキを塗ったり、お地蔵様の顔をかっこよくしようとして、あ、鼻を落としてしまったり、エンジンを一目見たくて、人の車の下に勝手に潜り込んだり。やりたいことをやるって楽しいな。ほら、なんてこと。宗一郎はこうしてのびのびとした子供時代を過ごしたんだ。16歳になった宗一郎は東京に出て住み込みで働くことにした。大好きな車の修理がしたくて自分で選んだ道だ。ここがアート紹介か。どんなことがあっても歯を食いしばって頑張るんだぞ、うん、大好きな車に触れるんだ。何があってもへこたれない。エンジン全開。失礼します。本田宗一郎です。よろしくお願いします。ところが宗一郎の仕事は子守や雑用ばかりで、車には全然触らせてもらえなかった。俺はこんなことをしに東京に出てきたんじゃない。はあ、もう家に帰ろうかな。どんなことがあっても歯を食いしばって頑張るんだぞ、はあ、よし、こんなことで負けてたまるか。アディ。しばらくして宗一郎は念願かなって修理の仕事を任されるようになった。やる気満々の宗一郎はめきめきと修理の腕を上げ、会社のみんなから認められるようになったんだ。そして18歳の時、消防車の修理を頼まれて、宗一郎は一人で岩手県へ行った。けれど、大事な消防車を壊すんでねえか。なんだ、こんな小僧っ子に修理なんて無理に決まっちょる。町の人たちはまだ若い宗一郎を全く信用してくれなかった。それでも宗一郎はいつも通り懸命に修理をしたんだ。よし、誰かエンジンをかけてみてください。おめえやれ。うわっ、かかったかかったぞ。いや、すげえだな、これ。こんなに喜んでもらえるなんて、俺のこの手がやったんだ。この手がみんなの役に立つんだ。大したもんだな、あんちゃん。22歳になった宗一郎は故郷静岡県に戻り、アート商会の浜松支店を開いた。店を始めた頃は一人しか従業員がいなかったけれど、どんな車でもたちまち修理してしまうと評判になり、人がどんどん増え、
ついには50人もの従業員がいる大きな会社になったんだ。そして総一郎は結婚、幸せの絶好調と周りの人たちは思ってた。でもいくらうまく修理しても一から作るのとはわけが違う。俺はこの手で何かを生み出したいんだ。そこで総一郎は自分の手でピストンリングを作り始めた。ピストンリングというのは車を動かすためにとっても大事な小さな部品のことだよ。どうだ、また失敗だ。どうしてうまくいかないんだ。どんな車もたちまち修理してしまう総一郎だったけれど、ピストンリング作りは違った。いろんな本を読んで、いろんな人に話を聞いて、いろいろ試してみたけれど、一向にうまくできなかったんだ。もう諦めるしかないのか。でも総一郎は諦めなかった。なんとピストンリングを作るため31歳で学校に入学。そして3年かけてついに納得いくピストンリングを完成させたんだ。俺がこの手で作り上げたんだ。ピストンリングは大ヒット。飛ぶように売れ、工場はどんどん大きくなった。この調子で頑張るぞ。はい。ところが、1941年、日本とアメリカとの間で戦争が始まったんだ。戦争が終わった時、工場は焼けてしまい、総一郎はそれまで築いてきたものを手放してしまった。総一郎は大好きだった車から離れ、尺八を吹いたり、海水から塩を作ったり、お酒を作ってみたり、いろんなことをやってみた。けれど、次に何をすればいいのか思い浮かばなかった。そんなある日のこと。本田さん、ちょっと見てほしいものがあるんだけど。知り合いが持ってきたのは無線機の発電用エンジンだった。倉庫にゴロゴロあるんですけどね、私じゃ何に使っていいかわからなくて。エンジンか。自転車にエンジンをつけたら、そうだ、それだー。キュー、ななな、な、急に着替えたの。てか、どっから自転車持ってきたの。総一郎が作った自転車につけるためのエンジンはバタバタと音を立てることからバタバタと呼ばれ、たちまち大人気に。そして波に乗った総一郎は次々にバイクを作り出し、日本だけじゃなく世界中に売り出したんだ。 Hello Bonjour Good talk。 よし、次は車だ。ずっと憧れ続けてきた車を俺は作るぞ。社長、なんじゃこのでかい壁は。特定産業振興法、なんじゃこりゃ。社長、これは今度新しくできる法律です。日本では車を作る会社をもうこれ以上増やさないことになったんです。だからうちでは車は作れないんです。諦めてください。ダメだ、俺は車を作る。そんな無茶なこと言っても。無茶ではない、その法律ができる前に車を作ればいいんだ。無理です、もう時間がありません。やる前から諦めるバカがどこにいるか。諦めなければきっとできる。グズグズ言ってる暇があったら手を動かせ。はい、はい。そして総一郎は短い時間で本当に車を作り上げたんだ。よし、今度はもっと早く、みんなが腰を抜かすほど世界一速いエンジンを作るぞ。総一郎は数々のレースにも挑戦した。
世界中のバイクが集まる満島レースで数々の賞を取り、そして世界最速を競う F1 レースにも出場し、優勝の栄冠をつかんだんだ。やった、これは夢を叶えたんだ。こうして総一郎は世界一速いエンジンを作り上げた。でもね、それだけじゃないんだ。空気を汚さない地球に優しい車も作ったんだよ。だから今も世界中でホンダのオートバイや車は愛されているんだ。ほらね。総一郎ってすごい人だったね。どんなに辛い時も絶対にくじけなかったし、自分の決めたことを諦めないチャレンジ精神、本当にかっこよかった。僕も総一郎みたいに自分の好きなことを見つけて夢に向かって頑張ろう。あ、世の中の役に立つパワーが溜まってきた。また一回り大きくなったみたい。嬉しい。それじゃあまたね。バイバーイ。